レナータ・スコットは、イタリアのソプラノ歌手。ベルカント商法の正当な伝統を受け継ぐ、オペラ歌手として、歌唱力に加えて、美貌と演劇力によっても幅広く称賛された。2002年をもって舞台から引退したが、現在は、舞台監督に加えて、イタリアやニューヨークに設立したオペラ学校で教弁を、とっている。サボナ出身。1952年のクリスマスイブに、 ミラノのテアトロルオーボにおいて、ベルリ、椿姫のビオレッタ役でわずか18歳で、オペラ界にデビューを果たす。1953年に、カタラーニ、ラワリーのウォルター役で、スカラザのオーディションを受ける。審査員の一人であった指揮者のビクトルデサーバータは、彼女の歌唱を聞いて、他の受験者のことは忘れようと言ったと伝えられる。ラワリーは、同年12月7日に、 マリオデルモナコやレナータ・テバルディとの共演で行われ、スコットはカーテンコールで15回も舞台上に呼び戻された。大きな突破口は1957年に訪れた。エディンバラにおいてスカラザはマリア・カラスをアミーナ役に迎えてベッディーニの無友病の女を上演した。この公演が上手日だったためにスカラザはもう一度上演することを決定したが、カラスは 出演を拒絶したのである。たったの2日間でスコットはアミーナ役を覚え、カラスの代役として舞台に立った。23歳でスコットは世界のヒノキ舞台に踊り出ることになったのである。1965年10月13日に、プッチーに、長長夫人のタイトルロールを歌って、メトロポリタン歌劇場にデビュー。同劇場には百八十七年まで定期的に出演し、 劇場近郊のウェストチェスターカウンティに今日構えて移り住んだこともある。蝶々さん役はスコットの18番の一つであり、ジョン・バルビローリとの共演による蝶々夫人全曲の EMI への名録音は有名である。スコットはレパートリーが幅広くおよそ45の役柄を演ずることができた。蝶々さん役の他に椿姫のビオレッタ、愛のミ役のアディーナ、 ラ・ボエームの耳、プッチーニ、三部作のすべてのヒロイン、リッカルド・ザンドナーイ、フランチェスカ・ダ・リミニのフランチェスカなど。1981年のノルマの第一夜はカラスの支持者によるブーイングにあったため、決して大成功だったとは言えない。しかしながらその後の1981年から1982年にかけてのメトロポリタン歌劇場における上演は、大変成功した。 近年では、プラシド・ドミンゴが数々のドイツ語オペラに進出しているように、ラテン系歌手のイタリアオペラ以外への積極的な参加が目覚ましいが、レナータ・スコットも1992年に、バラの騎士における、元水夫人を、1995年には、パルジファルのクンドリーを演じており、その他に、エレクトラにおけるクリュテムネストラを演じ、プーランクの一人、オペラ、人の声にも取り組んだ。 ありがとうございます。